はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、謝罪動画でございますね。実はですね、はい、我々、2010年の8月10日から本日からね、ちょっとアメリカに行ってまいります。はい、そのためにですね、明日8月11日発売のベイブレードの新商品買えません。レビューできません。すいません。すいません。それと8月中盤に発売される仮面ライダービルドのフルボトル、レビューできません。レビューできません。ごめんなさい。今週末に発売予定の妖怪ウォッチの新しいのも、レビューできません。できません。デュエマの新しいデッキもできません。できません。すいません。本当にすいません。はい、ね、ちょっと8月10日から帰国するのが8月30日なので、20日間ほど行ってまいります。はい、ただね、2日間ほど、動画のストックがありますので、はい、2日間だけね、うん、で、現地アメリカに行ってもトイザースとか行っていろいろおもちゃ買うつもりなんで、そのレビューはしたいなと思います。はい、ね、それで楽しく遊びたいなと思ってますね。うん、ベイブレードもね、アメリカ版出てるんで、はい、まあ、向こうのやつ買ってちょっとシュートしてみたいなというふうに思ってます。あとはこれだね。うん、今日ね、このスナックワールドトレジャー発売されました。うん、ようやくだね。はい、本当は7月中に発売の予定だったのが8月10日まで伸びました。うん、はい、これ早速じゃあ開けてみようか。これね、はい、クリスタルソードアルファが同梱されてるみたいなので、よいしょ。はい、あ、じゃあ開けてみましょう。はい、どうぞ。せーの、よいしょ。おお、はい、クリスタルソードアルファこんな感じだね。うん、なんかキーホルダーみたいになってる。うん、こっちがちょっとかなりチャッチー感じだけど、ジャラ自体はまあまあかな。うん、うん、なんかクリスタルソードにこの銀の部分がついただけみたいな。そうだね、この部分がちょっと太くなってるね。うん、刃がちょっと少なくなっちゃった感じだね。そうだね。一応持ってるのは Nintendo 3DS LL で、うん、リーダーついてないのよ。はい、で、今日発売の専用リーダー、うん、売ってなかったの、近くのヨーカドーに。うん、ちょっとまずいなと思って、これからちょっといろんな電気屋さん駆け寄ってきます。はい、今日出発だから今日手に入れたいのよ。うん、じゃあこのフェアリフォンで、うん、クリスタルソードアルファ聞いてみましょうか。はい、はい、ちゃんとなったね。うん、よかった。じゃあエジン君はこれ後でミニゲームやってマナつけといてください。はい、そんなわけでですね、今日はちょっと謝罪動画だったね。うん、8月中の新しい新製品のおもちゃちょっと買えなくてレビューできないっていうご報告と、あとスナックワールド買いましたっていうお話でした。はい、今日からね、うん、気をつけて行ってきます。はい、はい、アメリカ現地での動画も見ていただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、気に入らないよね、うん、気に入れないと思うけど、まあ、よかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ。